んには全然あげてるのもうトレーナーが楽しいとてもめったないと思うんですよね。やっぱり新しいライフスタイルを提供する可能ですね。予約状況はどんな感じですか？予約状況はもうすごいですね。もう我々が当初予定してた以上の感じだったんですけど、iPhone3G 発売してから、もうすぐ1年ということになるんですけども、この1年のですね、総括をしていただければと思いますが、やっぱり新しいモバイルインターネットの革命が起きた。僕自身が毎日使ってみててですね、もう話せないですね、完全に生活の一部になってしまう。実際、iPhone3G をずっと使ってきて、今回 3DS を出すと、その立場からですね、日本の携帯電話業界と、iPhone3G と相関関係がどうなっているのか、そこはまた最近ですと、日本の携帯電話が、売れないという状況もあるんですけれども、比較してみて、どういった感想を持ったのかというのをお聞きしたいんですけれども。日本の携帯との比較というよりも、世界中のどの携帯と比較してもですね、iPhone は、完全に新しいトレンドを作ったといいますか、目を起こした世界中の携帯メーカーが出している携帯がですね、どんどん iPhone 化してきて、これからますますそうなると思いますけれども、そういう意味ではたった一つの機種を出してこれほど大きく業界全体にインパクトを与えた機種というのは携帯業界でも初めてだと思いますしね。だから僕自身ノートパソコンを完全に持ち歩かなくなったんですね。ですからこれは携帯に対して影響を与えたというだけではなくて、ノート PC の世界にも影響を与えてしまった、そういうことだと思いますね。インターネットカンパニーとしてのソフトバンクに対する iPhone の影響貢献というのの評価はどうでしょうか？もともと僕はインターネットが PC 中心の時代からモバイル中心の時代に変わるというふうに、実は5年ぐらい前から強く確信しておりまして、その時からボーダフォンジャパンを買収する、あるいは全く新しく自ら携帯の会社をスタートするということを心に決めておりまして、実はスティーブ・ジョブズに携帯で我々が携帯業界に参入したいで、ぜひ我々がもし参入する形に正式になったら、アップルの iPod と我々の携帯を融合したようなものをぜひ出してほしいんだということを5年前に、言いに行ってるんですね。4、5年前に言いに行ってるんですね。その時に彼はそうかと、お前もそう来たか、実は俺ももうすでにそう考えてる、その時から実はいろんな話をしてたんですけどね、そういうのが本当に嬉しいですね。スマップの起用はどういう狙いというか、どういう使い方になるんですか？スマップは国民的、アイドルといいますか、もうアイドルというよりは国民的な、なんて言うんでしょうね、芸能界の中心的存在ですよね。彼らが、我々のソフトバンクの iPhone をはじめとして様々な携帯サービスを使って、くれるということは、本当に国民の生活に安心して、しかもかっこよく新しいものを使っていく、そういうなんかトレンドを象徴してくれればいいなというふうに思っていますね。というと、iPhone 用で出てくる、我々のさまざまな携帯全体に対して、フレッシュみたいなのがちょっとあるような気がするんですけど、それはいかがですか？携帯ではあまり今までね、スマップやってませんでしたから、固定の時代とはちょっと違うことになるんじゃないかと思います。NTT から切り替えましたみたいな、そんな感じですか？いや、あんまりね、
ね、そういう言い方というよりは、スマップがラーメンソフトバンクを応援するとそういうことで、他社との資格運動ということでは、そうか、先日は来年の株主総会で次の30年ビジョンを示されるか、それとあとこの iPhone ですね、未来系統ですね、これはどういった形で30年ビジョンの中でですね、まあ、まさにですね、その iPhone がこれからやってくるモバイルインターネットを一番象徴している、製品だろうと思うんですね、まあ、そういう意味で、iPhone を中心としてこれからどんどんその携帯がインターネットマシン化していくと、そこで一日でも早く、体験するということが我々にとって大切になってくる、まあ、ソフトバンクのちょうど一昨日、社員の中から幹部社員4000人ぐらい集めて社員会議をやってるんですよね。でこの中で iPhone 使ってる人を手挙げてくれって言ったらほぼ全員だったんですね。4000人の幹部社員が、ほぼ全員 iPhone を使ってるっていう会社は日本で1ぐらいあるんですけど、まあ、そういう意味ではソフトバンクが社を挙げてですね、新しい時代を体で体験していく、iPhone だけじゃなくて iPhone を中心として体でモバイルインターネットの時代を体験してるということがとても大切なんだろうと思うんですね。やっぱり織田信長は鉄砲を誰よりも早く子供の時から体験してる、だから大人になってさまざまな戦略を打てるというのと一緒で、僕ももう16歳からコンピューターをアメリカでいじっておりましたし、だからティーンエイジャーの時にコンピューターを触る、楽しい、そういうことになるとより次の未来を、フィーリングとして持てるっていうことなんですね。そういうふうに僕は iPhone のですね、販売目標なんですけど、それが大体どれぐらいあるんですか、大体収益のインパクトどれぐらいあるんですか、数はですね、アップル社との契約もあって、数について実際我々はコメントできないんですけれども、通常の携帯ですと、大体2、3ヶ月でピークを過ぎてですね、どんどん下がっていくというのが一般的なパターンなんですけれども、iPhone においてはずっとこう尻上がりで、どんどん増えてきて、加速している、こういうことが今までにない大きな特徴だろうと思うんですね。やっぱりアプリケーションソフトが今もう5万種類もそろって、10億ダウンロードも、ダウンロードの回数が増えるんですけど、今までの携帯にはどの機種にも一切そういうことはなかったので、それには携帯というよりはもう完全にコンピューター、モバイルコンピューティングであり、モバイルインターネット、そのものだろうというふうに思います。だから売れ行きランキングでも、家電量販店のランキングで iPhone のスリーズの 8GB、16GB、2機種ありますけども、両方とも iPhone、1機種だとして捉えると、ずっと12ヶ月のうちのほとんどの月で1位、あるいは2位、ほとんど1位の月ばっかりなんですね。それは本当に今までなかった現象だと思います。経営的に見ても、その通常の携帯電話よりも、1ユーザーあたりの収入が多いんですね、現状。つまりデータをたくさん使うということで、お客さんからの満足度も最も高い機種じゃないかな、解約率もすごく低いんです。ですからトータルで見て、我々の経営にはプラスを